ウファース・ォーウィックの前で保柱を立てる英国のウファ・フォックス空中投下式救命艇。空中投下式救命艇は、水難救助活動の手段として、固定翼機から水面上に投下するように作られた、動力付き救命艇である。この救命艇は機外に搭載するように特別に、改装された銃爆撃機により運ばれ、事故により、洋上を漂う、特に緊急富士着水した。 航空機搭乗員の生存者の近くにパラシュートで投下するように考えられていた。空中投下式救命艇は第二次世界大戦中のイギリスと1943年から1950年代半ばまでアメリカ合衆国の暖房救難任務により使用された。第二次世界大戦以前は海上で漂流する航空機搭乗員や 船舶乗組員を拾い上げるために飛行艇やフロート水蒸気を使用した航空救難の手法が様々な国で採用されていた。訓練や天候による事故により搭乗員を水上から引き上げなければならないことがあり、これら2種類の水蒸気は時に応じてこの種の任務に使用された。この手法の限界は水面が荒れすぎていると水蒸気が着水できないことであった。 1943年までに実施されたほとんどは、A 空軍の標準仕様の航空機を使用した、インフレータブルボートを含む緊急救援物資を、生存者へ投下する方法であった。空中投下式救命艇は、不時着水した、航空機搭乗員にゴムボートよりも、はるかに長大な距離を構想できる、航行力のある、対波浪性の高い艇を提供するために開発された。 この救命艇が必要とされた理由の一つは、航空機が適勢力範囲近くに不時着水や置き去りにされた場合にゴムボートでは、生存者がパドルで漕いでも、潮石や風に折り岸の方へ流されてしまい、その結果最後には捕虜となることがしばしばあったためであった。ウファフォックス設計の空中投下式救命艇を胴体仮面に搭載した。 ビッカース・オーウィック最初の空中投下式救命艇は、イギリス海峡に着水した航空機搭乗員を救助するために、イギリス空軍のアブロ・ランカスター重爆撃機から投下するように考えられた1943年に、ウファ・フォックスが設計した32フートの木製カヌー型であった。救命艇は、高度700フィートから投下され、着水するまでに6つのパラシュートで、 降下速度を抑えられた。上下逆に着水した場合は、自然と、成立状態になるようにバランス取りがされており、これに続くすべての空中投下式級名帝に、この機能が与えられた。フォックスの空中投下式級名帝は、重量1700ポンド、動力源は、出力4馬力のエンジンがマストと保で保管されており、航空機搭乗員に、 搬送の方法を示す教本が付属していた。この救命艇は、最初1943年2月に、ロッキード・ハドソンに、後にビッカース・ウォーウィック爆撃機に搭載された。フォックスの救命艇は、富士着水した、航空機搭乗員を救出したのと同様に、マーケットガーデン作戦では着水してしまった、グライダー空挺兵をも助けた。 アブロ・シャクルトンの胴体仮面に取り付けられたサンダースローマーク3空中透過式救命艇1953年初めにアングルシートのサンダースロー社はアブロ・シャクルトン洋上紹介機の胴体仮面に取り付けるマーク3空中透過式救命艇を完成させたマーク1が木製だったのとは異なりマーク3は全アルミニウム製であり 高度700フィートから投下されると4つの直径42フートのパラシュートで、高加速度20フィート秒まで減速されて着水した。救命艇が投下されると圧縮用切りのに、酸化炭素が低手と低尾の自律成立チャンバー内に放出された。着水するとパラシュートは風に吹き去られるように切り離され、泥グが解散されて救命艇の息足を鈍らせて、 生存者が手へたどり着くのを容易にした。同時に、不時着水した航空機搭乗員が救命艇に乗り込みやすいように、片側1機、計2機のロケットに点火されて、艇の喫水線を下げた。艇内へ入るための外側から開く扉と、平坦な甲板は自己排水のためのものであった。動力源としては、 出力15馬力のヴィンセントモーターサイクル車製 HRDT5 エンジンが採用された。このエンジンは 50A ガロンの燃料で1000マイルを構想できることという極めて厳しい性能要件が課された結果、対抗ピストンかつクロスヘッド方式の2、ストロークガソリン複動式機関という類例を見ない、得意な設計を持つに至ったもので、さらに船体には、 航続距離1250マイルを構想するに、十分な量の燃料を搭載していた。日差しと波のしぶきを遮るための天幕大いとともにほと釣り道具が備えられていた。全長31フィート、全幅7フィートのマーク39名艇は、10名が14日間、過ごせるだけの水、食料と防護服、膨張式枕、寝袋、救急医療キットを搭載していた。 A-1 救命艇を搭載するように改装されたボーイング SB-17G 航空救難機米国ではアンドリュー・ヒギンズがフォックスの救命艇を見分して緊急時の作戦において危機を乗り越えるには脆弱すぎると感じた。ヒギンズは2機のエンジンを装備したより強固な救命艇を製作するために自社の技術者を割り当てた。上陸用集艇や PT ボートの製作で知られるヒギンズ・インダストリー社は、波浪や転覆で沈まぬように閉鎖式コンパートメントを持つ重量1トン、全長27フートの空中投下式 A-19 メーテーを製作した。これは、ボーイング B-17 フライングフォートレスの改造機から投下されるように考えられており、1944年初めには生産準備が整った。 空中投下が可能なエド社製 A-3 救命艇を胴体仮面に装着したボーイング B-29 スーパーフォートレスの発生型 SB-29 スーパーダンボー A-3 救命艇は1947年にエド社が A-1 救命艇の後継としてアメリカ空軍向けに開発した空中投下式救命艇であった。これは ボーイング SB-29 スーパーダンボで運ぶように考えられたアルミニウム合金製であった。太平洋戦争の終結まで幾機もの B-29 が変わる変わる水難救助活動の母機として使用され、戦後に16機が A-39 名艇の運搬機に改装された。SB-29 は1950年代半ばまで収益していた。 約100層の江戸社製救命艇が製造されたが、実際の救難活動で活躍することは、ほとんどなかった。ありがとうございます。